Hello everyone! For example! トモゾスです。ということで本日はですね、LR ミリム高校対策編成ご紹介していこうと思います。ということで前回の動画見てくださった方ありがとうございました。まだ見てない方は下の概要欄から見てきてください。ということで本編に行く前にですね、今週の土曜日ランダムコメントパーティー開催しようと思います。こちらの動画のコメント欄でやってほしいコメントを募集しますので、皆さんどしどしご応募くださいませ。また前回同様、視聴回数が1万回もしくは高評価が500回で続編出しますので、皆さんこちらの動画も今のうちに高評価よろしくお願いいたします。ということで早速いきましょう。はい、ということで最初の編成はこちらになります。ラグナロク HP 50% 超えないパーティーということで、こちらでまず、トールが猛攻腹痛で生命腹痛生命鉄壁ということで、ラグディアの特殊戦技で HP が 50% 以上超えないので、うまくいけばね全員残った状態でテュールもしくはこのラグディアのバフ解除しつつトールでね、リムルをワンパンできる、そういった編成になってますので、こちらでやっていこうと思います。それではやっていきまーしょう。はい、ということで、うわちょっと魔人はいいや、戦わなくてこれはリタイアします。よし来た、こいつらに勝ったらでしょ。オッケー、あー中身の尻尾か、オッケー、うん、おいおいお前、それはちょっとね、何回か失敗したんで、一回ね、ラグディアに大会のタルミエル、赤タルミエルをつけて、ラグディア落ちないようにしました。で、こういう相手の時は、めっちゃやりやすいです。ナックさんがいないから止められない。で、これ全体2枚からのあれかな？お、トントイか。からの全体絶対落ちない、もう。こういう編成はラッキーっすね。よし、こっちのもんだ。まずは、テュール全体、そして、これ2枚で行きましょう。レッツゴー！ザマラを滅する。うぃ、強っ。これなんですよ。反撃が強すぎるんですよ。彼女は。OK。素晴らしい。はい、続きまして、高校人間パーティーということで、まあこれね、うまくいけば、バルドリリとかは高校じゃなくてもいけます。で、装備に関しては生命腹痛で生命鉄壁という感じで、今回光のバンにタルミールをつけてます。光のバンにね、タルミールをつけないと、僕ワンパンで持ってかれるんで、つけといて、混沌さんで守りつつ、感染を入れつつ、で、食らった分はパーコーの全体攻撃で HP を回復していくっていう感じになります。で、アーティファクトがこちら人間族の HP 増加で、飯は回復飯でいこうと思います。さあ、注文通り来てくれましたね。あ、ほら、こういう感じで上も全然取れるんで、上取れた時はぶっちゃけラッキークッキー八代亜紀の状態で、もうこいつから狙っていきましょう。回避飯ね。で、回避飯だとしても、ぶっちゃけいけます。ぶっちゃけ勝てます。やっぱ何にせよね、パーコーの回復能力、これめっちゃ強いですね。LR リムルがいない状態のパーティーであったら、マジで強い。あとこの編成はバルドルにクソ強いです。OK。全体2枚だったら、やばい。あー、パーコーからね。OK。絶対落ちないよ。見てて皆さん。はい、余裕。これね、まあ、相手のフダウンにもよりますけど、例えば、あれっすね、リムル。あ、違う、リムルじゃない。ミリム全体2枚とかだったら、正直、厳しいかもしれません。まあ、それはもう相手の負担が良すぎるじゃないですか。ただ、この場合は、いけます。ほら、強い。で、こっち回復能力ついてるから、もう落ちないでしょ。で、アーサーで構えも取れてるから、バンは落とされない。で、相手は瀕死状態。はい、硬い。はい、硬い。絶対落ちない。はい、硬すぎ。これなんすよ、皆さん。皆さん、これです。ぜひ真似してください。ということで行きましょう。レッツゴー！ OK！ ちょっとこれもう一戦行きましょう。お、来ました。また上取れちゃったか。うわ、これきついっす。ここの札が金全体とかだったらマジきついっす、これは。ただもう、しゃあない。戦いに行くしかないっす、これは。札、こうやって札効率で行きましょう。とにかく、ここで意識してほしいのは、感染とパーコーの回復札ですね。感染とパーコーの回復札さえあればいける。これ誰についてんだ。これはどうだ。楽しいぞ。これは回避。オッケー。中身なしっぽいかな、うん、よし。それであればもう感染入れてこいつ落としに行っちゃいましょうか。感染単体でいきましょう。ここまでだ。オッケー。ナイス、落とさない。いいよ。まあ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 、これいけましたね。
ありがとうございました。ちょっともう一回いきます。あ、いやもうこれでいいか。ちょっと上取れもうね、今多分5回ぐらいリタイアしまくってあれなんですけど、もうこれでいきますわ。これね、これでいけるんです。これでいけるんです。これマジ天敵っすよ、この編成に。我の出番だ。このバルドルバがね横行してると思うんですけど、マジ完封できます。え、ミリム動いてこない？クソラッキーなんだけど。クソラッキーなんだけど、これラッキーすぎる。よし、じゃあ感染入れて、ちょ、侮っちゃってますねこちらの攻撃で。これで全体で回復していきましょう。我の出番だ。全然食らわない。こうなったらもうミリムでもね倒せないんで。でこれで最後攻撃することで HP 回復、全員の。我の出番だ。でこっちに回復能力付与 OK。 これで全開。バルドル入りにはマジで強いです、この編成。感染で回復能力2枚ね。はい、勝ち。落とせないですから。オッケー。邪魔するでないぞ。邪魔するでないぞ。これ2発？ 2 発だと全然痛くないじゃん、マジで。でしょ？バルドル入りガチ完封できるんで。はい、ということでラストはこちらの魔人編成になります。受けるダメージめちゃめちゃダウンさせて、こちらの朝メリ、あ、じゃあ旅メリと、全体攻撃で全員倒す編成。そして、猛攻腹痛、生命腹痛、生命鉄壁で、アーティファクトがこちらの魔人族でいこうと思います。飯は HP 飯で。うお、なんか変なん来たー。うわ、これどうしよっかな、マジで。いやーでもこれ2枚、これ切っとこうか。回避飯ね。え、これワンポンいけんじゃね？蹴りをつけようぜ。いける。うわ、強っ。楽しいぞ。楽しいぞ。まあそこから落としに来るよな。けどここもうね、ぶっちゃけ落ちてもいいっすね。え、落ちない？あー惜しい。いやでももうこれ全体2枚食らわせてこいつ落としでいけるんじゃね？オッケー。これで落とそう、あいつを。奪いに来て。よし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 。あとはあいつ単体で倒せばいいだけだから勝ちですね。邪魔するでないぞ。これは落ちない。うーマジで。そこ落ちるか。え、いける。あ、勝った。ハロッサ強すぎ。ボットだということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。ちょっとね、勝率というかちょっとね、うまくいかない編成もあったんですけれども、高校でもこれだけ戦えますのでね、ぜひ、上取れなくてミリムめっちゃうざいっていう人はね、こちらの高校編成真似して遊んでみてください。僕の一番のおすすめは確実に人間パです。マジで人間パ楽しんで、ぜひ皆さん使ってみてください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。面白いと思ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで次の動画まで、うん、どストレス Thank you。 はい、ということで、今日3本目ですね。ショート動画合わせると4本目。もうあと300人いかないで4万人いけますんで、はい、ぜひ頑張ろうと思います。ということで皆さん、おやすみ。